9番のプレイヤーは発発言してくだ言さしい。てください。あ、僕か。そうっすね。久々やな、一番目。特にないっすね。進行論。一番さんは僕は釣れるかどうかっていうのを言って、二番さんは一番さんが釣れるかどうかって言ったら、前の人との LINE は少なくとも見れるかなとは思ってます。だから一周目は前の人を釣れるかどうかっていうのを審議していくっていうのはどうでしょうか。占い師やから釣られへんとかじゃなくて、一番さん、まあ仮に僕、一番さんやったら、まあ僕が占い師でも、まあ釣りたくない、釣れるかどうかっていうのは言えると思うんで、まあ活性化させていきたいなとは思ってます。1番のプレイヤーはは発言して発く言だしてさくい。ださい。はい、占い師です。4番さん、ランダムシロです。把握お願いします。9番さんについては、LINE とかは切ったり貼ったりできるから、単体で初日は行った方がいいんじゃないかなって思ったぐらいかな。だけど、それは進行論に対する私の意見だから、9番さんの色は落ちません。別にキューバさん釣りでもいいけど、キューバさん黒いからって言って釣るっていう意味じゃないです。役職は、セミオープンしてください。占い師狭めるため。で、私の位置で盤面が、固まり次第 固まった後の発言が弱くなるから、村人の人は、みんな、それぞれの人の、村要素を頑張って拾ってってください。村人は一人ぼっちだから。2番のプレイヤーは発言してくだはさい。い。2番です。よろしくお願いします。まあ、9番さん前の人釣れるかどうかって話をしてって言って、バラの活性化って言ってるけど、多分9番さん役持ってないでしょ。役持ってんだったらその精査必要ないと思ってるから、仮に1番がこうやって占い師で出てきたけど、1番が仮に9番釣るって言ったら、1番がなんで9番を釣りをしたかっていう理由を9番目線で考えなくちゃいけないって話でしょ。けど9番さんが役持ってて、その行動はあんまり必要じゃないかって必要じゃないと思ってるんで。あと、占い師でも、自分が占い師だった場合みたいな話もしてるけど、三種になれない限り占い師は釣る必要性はないので、っては思ってるんで、非常に印象は悪いですね。めちゃくちゃ釣りたいっていうわけじゃないけど、まあ、9番の精算ぐらいしかできないんで、1番に関しては普通かなとは思ったけど、もっと9番叩いてもいいんじゃないのかなっていう違和感は感じましたね。はい、以上です。3番のプレイヤーは発は言して発く言だしてさい。ください。はい、村人陣営です。9番さんから吹いていくと、なんかその、まあ、今、まあ、2番さん印象、ちょっといいっていうか、占い師がどうせ釣れないっていうのは、それなって思った。占い師の釣りたいかどうかっていうのは、さすがに釣れないでしょうってなっちゃうから、なんだろう、印象が相当占い師が黒いとか偽っぽくない限り釣るとかないから、なんか余計な精査までいろいろ増えそうだなと思った、9番って、の進行論って。だから村を濁らせようとしてるのかなというキューバさんに印象です。キューバさん釣りたいです。で、一番さんは、なんか途中一番さんなんか笑わなかった。その笑ったのがね、僕はこう思いました。いや、お前ら村一人ぼっちでかわいそうだな、プープープーみたいな。ちょっと一番さん狼で俺らのことバカにしてるのかなって思いましたね。で、一番さん僕は狼で見てます。で、二番さん。まあ、普通って言ったり違和感って言ったり、なんかもうちょっとはっきり物申せって思いましたね。二番さんはちょっと印象が悪いぐらいです。はい。4番うーのプレイん、ヤーは発言3してく強だかさい。な。4番です。よろしくお願いします。本当に申し訳ないんですけども、ちょっと大変な事情がありまして、1日目はですね、ちょっとこのささやき声で喋らせていただきたく思います。本当に申し訳ございません。9番さんの進行論については、僕は別に悪くないなというふうに思っているんですけども、3番さんが9番さんを異常に取り出そうにしている、なおかつすごく焦ってしゃべっているような感じがしたので、ちょっと僕3番さんを怪しいかなというふうに思いました。ただ、人狼とか狂人で初週から人の栄光を買うようなムーブまたは発言をしているということなんで、そういった意味では、逆に3番さんで白くなるのかもしれないんですけども、その精査の仕方っていうのがちょっと早計なんじゃないかなと普通に思っているので、断言できないですけども、僕はちょっと怪しんでます。以上です。5番のいプや、レイヤーもうちはょっと発言し喋てくれだなさい。かった。
ったな。はい、じゃあ4番さんのためにもね、私が大声で考察しますね。もう9番のね、考察なんて発言精査しません。うん、なんか何言ってたんだろうなって、俺全然覚えてないんだよね。うん、ただね、ああ、俺かって出てきて、何喋るんだろうな、すぐ回すのかなと思ったら、だらだらなんかよくわかんねえ進行論言ってたから、そういうところで俺は全然狼っぽくないなと思いました。そういうね、なんかよくわかんない発言に対して、よくわかんない考察してた2番さんってのはめちゃめちゃ印象悪いなと思いました。で、3番さんって2番さんの印象が発言の中で変わるんだね。なんか最初印象いいって言ったのに、最後印象悪いって言ったよね。まあ、3番さんがそういうね、キャラクターだったらしょうがねえなと思います。はい、1番さん、村人は一人ぼっちだからっていうのはめちゃめちゃくせえなと思いました。はい、まあただ偽とは思ってないです。まあ真とも思ってないって感じです。4番さん最高位なんで、9番さん同様、全く印象に残ってないです。以上です。6番のプレイヤーは、ランダムで7番さんしろ。あ、お願いします。1番さんわかんない。まだ、強人か狼の子は全くわかりませんって感じですかね。最初の2番、サイクロ3番です。理由は2番さんと3番さんというのは9番さんへの色の仕方が同じように見えますけど全然違うんですよ。2番さんというのは、まあ、9番さん印象はめちゃくちゃ悪いけど、まあ、別にそこまで釣り位置には上げてないと。でも3番さんというのはもうあの進行論で釣り位置に上げたところがなんかすげえオカミ臭いなと。あくまで進行論ですからね。うん、あなたが本当の村だったらその進行論でも釣りたいっていう発言は僕はできないと思ってるんで。ああ2番さんっていうのはそこをちゃんと指摘したところ、まあ要は2周目も聞いてから決めようっていう発言に僕は聞こえたんで、2番さんなんか若干村寄りかなと思いました。3番さんは似てるけどそこをもう釣りたがってる黒いといったところが2攻めって感じですかね。サイコロ3番です。最初の2番、はい。7番のプレイヤーは発言してください。俺今日9番さん釣らなくていいんじゃないかな。まあ自分占いに狼が出てると思うんで、そうなると9番さんが1番さんも喋ってないのに売れてたのって、ちょっと9-1は薄いんじゃないかなと思う。ただ1が真の時は9の狼はちょっと若干あるかなと思ってるけど、まあ確率論で占い人に狼いた時1が黒の時9ないと思うんで9いかなくていいかなと思ってる。で、3番さんが1をちょっと狼で見てるって言った時強めかなと思った。4番さんはちょっと小声で喋ってるのもちょっと強アピあるのかなと思って。で、5番さん白いと思ったのはしっかり2番さん釣りたいって言えたのが印象良かったかなと思うんだから、5番さんと9番さん現状釣りたくないかなと思ってる。今日釣りたいの2番さんか3番さんどっちかかなって思ってる。8番のプレイヤーは発言してください。まず占い、俺も、狼が出てると思ってます。9番さんのまず進行論みんな触れてんだけど、キューバさんの進行論って意味あるのかなと俺は率直に思いました。狼が並んでない場合ってその進行論全く意味ないと思うんですよ。キューバさんの言ってることって並んでたら前の人を釣りたくないとか釣りたいとか言ってどうこうあるんですけどで、キューバさんはそれで何が分かるのかが分かんなかったかなっていう感じです。じゃあ一応答えときますけど、7番さん片白なので釣れませんって言ってますね。キューバさん、釣りたい位置に関して、でも7と4は狼はほぼないかなと思ってるんで、俺目線2、3、5で、で、役がなければそこのとこでいいかなと思ってます。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。8番さん、まず僕の進行論に触れる前に7と4の白要素っていうのを理由を挙げて言ってください。で、あえて8番さんが黒く見えます。1番さん4白了解しました。9番さん単体精査でいいんじゃないって、占い位置を狭めたいって言ってるんですけど、その前に1番さんは、相手の印象を言ってほしいかなというふうな思ってます。まあ、村人は一人というふうな発言を残してるんですけど、村人は、一人自身っていう感じなのかな。そこは受け取り方だと思ってるんで、まあ、言葉のあやと僕は思ってます。2番さん9は役持ってないでしょ。僕ハンターですか？2番さん何かありますか？僕ハンターです。で、印象僕が悪いっていう理由がちょっと分からなかったんで、で、1は普通、それよりかは2番さんは1番の精査をした方が良かったんじゃないですか。グレーの精査よりね。だって占い出てきたばっかりやし、2番さんが1番精査してね、あかんのに2番さん、1番さんの精査全然してないよね。それよりかは俺を釣りをし、僕今日の釣り位置は2番さんかなと思っております。
で、3番さん、占いは釣れない。いや、釣れるかどうかって僕言ってるじゃないですか。人の話を聞きましょう。1番さん、笑ったよねって、狼って。占いに対して老化強化っていうのは今の現状分からへんから、そこに対して追求する必要はないかなと僕は思っております。4番さん、3は白くなるかも。ただそれは早計だよねって。4番さん、ちゃんと喋ってくださいね。まあ、肩白だよな。それが残念なとこではあります。で、5番さん、9は覚えていない。2が印象悪い。5番さん、僕も白いかなと、7番さんと同じく同様に思っております。3はコロコロ変わるって、5番さんはすごく話を聞いているなと思ってしまいました。で、6番さん、占い師振るってきます。7番さん、白。7番さんも白いなと思っております。7番さんの白い理由っていうのは、9、1はない。人狼を、ね、占い師としてちゃんと1を置いたっていうのは、7番さんに対してかなり村要素かなと僕は思っております。あと、4番さんの9はピッて言ったら、7番さんが最初やったから。発言8番さん伸びているので今日は2番さんかなと思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、9番さんが役で6番対これ7白を把握。6番7番と8番ってなんで6番が6番と私が進路で出てるって思ったのかなって思って、それって狂人の視点だし、それを言うってことは狂人っぽく見られたい人狼の視点かなと思うから、7番さんは6に白もらってて、僕がローだった場合7そのまま書こうかなとも思うし、占ってみればいいところだから、8番さんが気になってるからそのまま7番と同じ、俺も狼出てると思うかなって言ったけど、だったら、1番とどこかとか6番とどこかとか、もう狼出てると思うんだったらそこまで結構言えそうなんじゃないかな、八番さんとかになってくるとと思って、八番さん気になってるかな。で、二番さんに関しては六番さんね、二最白って言ったけど、みんなから見ておかしくない、二の最白部分どこにあったんですかってところ思わないかな。六が強かろうかわかんないけど、6がさ、5番さんも、ちょっと9番さんが言ってるからあれだけど、5番さんって別に話聞いてないよね。4番さんの話、印象ないって言ってるの。4番さん結構いいこと言ったなと思ってるけど。2番さんのことを、最白って言った6番さんの黒要素をちょっと、押しときたいか、言っときたいかな。3サイクロなんですか？ 3 番さんってめちゃくちゃ、ヘイト集めてないですか？ 4 番さんと言う通り3はヘイト集めてるって言ってね、管理ができてない。2番のプレイヤーは発言してください。まあ1、2世かなと思ってますけど、まず9番さんに言うけど、9番さんがやってほしい行為って俺のやった行為じゃないですか。俺が9番の進行のを聞いて、9番が飛躍っぽく感じたから9番さんの精査は必要じゃないよって、けど釣るってまでは言ってないですよね。けど釣ってもいいねって思った。9番の進行論聞いてると、けど9番がそれでハンターで俺を釣り押しっていうのは非常に怖いと思ってる。なおかつ1番目線で2番の最初の部分どこにあったって言ってたけど、2番を最初で置いてるのは6番だけであって、ほとんど5番に関しても3番に関しても、まあ、3番コロコロ変わってるけど、5番に関しても7番に関しても8番は若干変えたかもしれないけど、それ以外って俺ヘイト買う行為してるのって俺じゃない？ 3 番自身はヘイト買う行為ではなくて、俺に対する精査が一発目は印象がいい、ちょっといいっていう話をして、その後最後で2番さん印象悪いっていう発言矛盾を俺は感じてんだよ。3番にはそれを最初で置いてる1番が怖いんだよ。だから1番が偽だと思ってる。6番に関してははっきりしてる、はっきりしすぎてるから狼だったら怖いかなと思ってるけど、今の2周目の1番の発言を聞いて俺は1番が偽っぽいなとは。うん、スムラです。はい、狩りも何も出てない状態だったら狩りでも何でも出ます。まあ、非常に残念だなとは思ってますけど、9番さんのやってほしい行為っていうのは俺がやった行為だとは思ってるんだけど、俺は正直3番を釣りたいなと思ってます。うん、で5番さんは釣りたくないよりは多分逆ですね。はい、わかんないけどね。うん、3番に関しては今の黒要素だと1番を似て軸で考えてるから3は釣れるっていう意味ですね。はい、以上です。3番のプレイヤーは
発言してください。はい。なんか今日のツイッチは迷わず8だと思うんだけど、みんなってどこにキューバーさんとか役職なのに8の話聞いてなかったんですかね。8番ってまずまああれ途中まあまあ順番はバラバラかもしれないけど、あれ7、4に対してもう理由なくしろって言って、で9番の進行に対して意味ないって叩いて、で2、3、5をもう理由なく釣るって言ってる。9番にだけ叩き入れてるのに釣りちゃう2、3、5。あの9、2、3、5って言ったから、ね、始まって2、3、5としか言ったから、ね、もうなんかもう、しかも理由なし、7、4の白理由もなし、で占い師の理由もなし。俺一応なんかもう1番が狼で、なんかもう一人ぼっちの村人笑ったな、プププーとか思ってんだろうなって言ったけどね、俺は一応ね。7、8なんてさ、正直、で7番さえ狩りでしょ、じゃあ OK。あれ8番さんってマジで理由なんもないんですよ。7の便乗、プラス理由なしの釣り位置、7の白理由もなし、すべてが不当、もう意味不明、マジで。釣り位置の上がらない意味がわからない。あと、2番さんって、1、6で1だけ触れるけど、あと1番さんって俺が最初って言ったやからね。6が俺のことサイクロって言うけども、別に3番さんでヘイト管理はもうできてないから、サイクロってどういうことって1番指摘しただけで、1番さん自身が俺最初って言ってない。あさっき俺2の QA の指摘はいいけどって言ったよ。QA の指摘は印象いいんだけど、結局あれ1番さんに対して何て言ったっけ俺、印象悪かったんだよ、結局最後。QA の指摘だけ進行に対して良かったんだよ。ただ1番に対して何だっけな、何だっけ、1番に対して触れ方が印象クソ悪かったんだよな、俺目線。理由忘れましたね。だからツリーちゃんも普通に8番、てか、8番ってほぼほぼ強靭仕様じゃないのあれって。9叩いて、2、3もあんなってか、うん、明らかに強靭仕様と思ってるから8番さんと言いますね。で、占いに対してね、まあ、あれ6番さんが2周目まで俺の最高的に見えたらまた、まあ、理由が納得いけば別にまあ全然真偽は分かんないけど、さっきなんで最高だったの、最高のとまで言われるのはびっくりした。まあ、ツリーちゃん普通に8番です。はい。4番のプレイヤーは発言してください。はい、4番です。よろしくお願いします。1週目でも言った通り、ちょっと1日目はささやきボイスで行かせていただきます。グレーセースなんですけども、3番さんっていうのが、まず1週目で、1のことが見せししていて、2のことも印象悪い。今日に関しては釣りたいとまで言っていたんですね。ちょっと難しいな。今日3番さん別に釣らなくていいと思うんですけどね。258に関してはどうだろうな。ちょっとね、考え中なんですよね。僕はしっかり2日目発言残すので、ちょっと皆様の話を聞かせてください。5番のプレイヤーは発言してください。はい、なんかあんまり論理的じゃないね、この村。うん、まあ俺も論理的じゃないんだけどさ、1番のさ考察ってさ、なんかブレブレなんだよね。俺に触れたり4番に触れたりさ、狼でそれやってるとしたらなかなかねよくわかんない行為だなと思ってるんで、1番さんのローメは感じてないです。あって強靭だと思ってます。6番については新経路全部あると思っていて、別に進路が一番出やすいとかそういうのは全然思考録しないです。で3番さんについて、なんか2番叩いても良さげな雰囲気だったんですけど、3番ってなんか8番叩いたんですよ。うんうん、9、1、2で8番のことなんてあんまり触れてないのに急に3番で8番叩いたって、それって3番さん狼でやるのかなと思うと、やんないのかなと思ったんだけど、2、3ロールだった場合そういう部分はあるのかなと思ったんで、1、6が新居だった場合、2、3のペアセットもあるのかなとちょっと思いました。はい。4番さん、ささやきボイスなんで、正直全くわからないです。はい。マジで理的行為だと思ってます、村だったら。はい。ちゃんと喋ってください。もう1周目だけじゃないのかよ。はい。ということで、ちょっと1番さんはね、論理的じゃないんで、あって強靭かなと思ってます、偽物だったら。で、8番さんが黒い黒い言われてるんですけど、まあ最終盤面でまたそういうような発言するんであれば、8番さん釣ってもいいかなと思ってる。っていうのが、8番さんローだった場合、1、6、どっちか進路でローがいるのかなと思ってます。っていう思考かな、今。俺、1、6進路だった場合、2、3のペアセットもあると思ってるし、1、6進路だった場合、8番の黒があるのかなって、ちょっと腹しきりと思いました。はい、って感じかな。で、2番さんの発言で、9番でやりたかったことってことって、飛躍すかしたところに叩くことじゃないのっていう発言は、
ちょっと長めに感じたかな、正直。はい。2、3ロールはあると思ってるっていう点があります。以上。今日のブリッジは8番の8番。6番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、9番さんがハンターって出た瞬間、もうみんな8から行こうって言った時点で、まあ、この中に狼がいるのかなって感じはしましたね。うん、4番さん、その考察ですか。2周目も。ああ、まあいいや。まあ、じゃあまず1の、あの、偽要素を教えますね。1っていうのは7囲われてる可能性もある。で、6強靭なんじゃないのかと。で、8もあるって言ったんですよね。これまずおかしいな時点で、7番さんってまず狩りで出てますよね。ってことはもう村だってことを証明してます。で、2つ目の理由としては、8番さんを釣り疑ってるって。いや、8番さんないでしょ。どう考えても。村の皆さんに言いますよ。8番さんは絶対ないです。なぜかっていうと、7、4どっちも囲われてない風に俺には見えるって言ったからね。狼だったらそんな余計な発言しませんよ。でしょ、うん、狼だったらそこも追うのが一番の理想だからね。そしたら7番さん結局狩りで出たでしょ。僕はね、3番さん釣りたいけどね。うん。だからもうさ、先ほども言いましたけど、まず3番さんの黒要素ってもう一つあって、2番さん最初白いなって言ったんですよ。1周目のね。で、最後に、あ、2番さん、で、最後に2番さん黒いなって発言を残してるんだよ。白から黒に発言を変えてるんですよね、この人。うん。それ多分聞いてる人、把握漏れしてない人だったらわかると思うんですけど、時間が長もうなくなって言えなかったんですけど、うん、そのね、めちゃくちゃななんか考察が臭いなっていうのが、もう一つの点だったんですよ。うん。で、やっぱ3番釣りたがってたでしょ ?3 番黒いなって。だから俺2はないなと思った理由は、2は印象が悪いだけで収めたのね。もう一度言いますけど、3番つうのはもうあの進行論で釣りたがってたところがなんか人外臭いな、うん、俺は3番だと思うよ。俺は3釣りたいです。俺絶対8から行きません。7番のプレイヤーは発言してください。うん、俺もね、8番さんは白いと思うんだよね。あの4と7白置きしたら結構それおかしい発言って言われて8番で叩かれると思うんだよね。俺4番さんがちょっとね、臭いんだよね。小さい声で喋って、なんか結構強靭あるのかなって思う。それか強靭アピールの人狼あるのかなと思ってるから1の方が2戦目かなと思う。ただ、新占い師の白崎4が強靭だったら真の可能性も俺あると思ってて。で、6番さんが3番さん釣りをしてるから、6人狼の時って、3の狼ないと思うんだよね。うん、で、2番さんが猛烈に1の偽追いしているから、ちょっと2、6のラインがめちゃくちゃ見えるんよね。ハンターが2釣りをして、6番さんが3釣りをしているから、ちょっと2番さんカバーがめちゃくちゃあるんで、ちょっと自分2番さん行っていいと思う。うん、やっぱり。俺8番さん、一瞬狼っぽくなかったんだよね。だから俺は2番さん行こうかなと思ってる。8番のプレイヤーは、発言してください。マジ7番さん、まあ今日5は行かなくていいかなと思ってます、とりあえず。で、俺13狼の4強人はワンチャンあるんじゃないかなと思ってます。4番さんって理由もなく3番さん今日は釣らなくていいかなっていう風な発言してたんだけど、釣らなくていい理由を言ってない、まず4番さんに関して。で、3番さんって俺が9番さんをハンターを叩いてたって言うけど、俺の発言の時には9番さんハンターなんて分かんないんですよ。だから時系列がおかしいんですよ、ね。3番さんの言ってることって思いながら聞いてたんですよ。俺今日、3、8のランで、俺含めていいんで、3か8のどっちかで、で、2番さんの両占いとかでいいんじゃないかなって思ってますけど、5番さんは、うん、多分白だと狼はほぼないかなって思う。で、4番さんは人外はまあまああると、ただ強靭の可能性ちょっとあるかなって思ってるかな。はい、なので6番さんは4を占うべきではないと思う。俺は4は占っても白しか出ないとは思う。ただ強靭はすごい強いかなと思ってる。
これどうしよう、どうやって逃げよう。このケース初めてやな。俺か3で2の統一占いを俺は進めます。で、確定論になればいいんじゃない？投票を始めてください。ごめん、ちょっと変なトリックプレイするわ、萌えさん。負けたらごめん。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。これ7級がスイッチをもしやっていたとしても1番超えね。6番の話聞いてた今の。さっき6番自身が俺の発言も拾って、あれ最初印象いいって言って次悪い、印象悪いんだったらおかしいよねって言ったよね。で、この2周目だって最初白いって言ってさ、最後黒いってのおかしい。でももうなんか熱造が過ぎて、なんかさすがに審議つく。あれ6番さん確定にせね、これ熱造が過ぎる。で8絶対にいけませんって。何や、8やって。7番さんなんか逆に出るんで8色みたいか知んないけど、あの2周目の8番の発言、まあさすがにみんな、まあ、耳がついてれば聞いてたと思うんだけど、あれ8ってあれ9だけ叩いて釣りじゃ理由もなく2345、俺8が9のハンターを叩いたんで一言も言ってないし、あの時系列どこや、あの時系列俺何も間違ってないから、8の9叩きって、9番だけ叩いてそれ235にもう理由もなく釣り位置、もうやばいでしょ。どこにとも、あでも多分なんか違和感少しでも持って人間がいれば多分村勝てると思うけど、それになんか何の違和感も、特に7番に至っては役職でもあるのに、6のその明らかな熱像も気づいてないっぽいから、多分まあなんか村こんな多分話聞いてなそうやから負ける気がする。6、8はもうゴリゴリって、まあ5番が分かんないけど、でも4番、まあ、4番がもらったらもう本当に理的ね、これ。いや、乗っ取ろう。6、8は確定陣から見せて。2分の1で乗っ取れると思うから。なんかもうあそこまで来ると強靭っぽいんだよ、本当に。まあ、2の統一占いはいいんじゃない。6の8壁もやばいしな。まあ、2、6、8は3陣ぐらいかな、多分ほぼほぼ。あ、2はまだ分かんない。だから6、8は確定って感じで思ってます。はい。なんか、話聞いてれば普通に分かると思う。夜が来ました。目を閉じてください。4かも。4。4狩りかもしれない。4巻でも2角黒になったら自爆で。4黒出すんじゃない？ 6 番。いやもう4噛みたい。もう負けても、ごめんね負けたら。いや、もう了解です。でも7の方が逃げ切り値になりそうだね。どうだろうね。じゃあ4で。まあ、とりあえず1の示し上げます。はい。いやちょっともう黒打たれるね。朝が来ました。昨夜死んだのは4番5番のプレイヤーは発言してください。なんで俺占ったねん。絶対2、8のどっちかだろう。とかなんで4番噛まれてんねん。1番さんの思考がわからん。ただ発言的には6番が2だと思ってます。はい、あのね、占い師って絶対とか使っちゃダメなんだよ。絶対とかありえないから、そう思ってます。はい。てか占い師なんて占えるんだからさ、絶対とかさ、そういう言葉は使わない方がいいんじゃないですかね。で、6番さんどこ占ったのっていうと、にしろ、それはいいと思います。はい。俺発言聞いて3番さん6っぽくないなと思ったんだよね。つった後だから申し訳ないけどね。はい。なんで俺8番さん黒だと思ってんだよね。で、2は絶対ローないんで、16ローローだ、16ローローじゃねえよ。新ローだと思ってます。で、
まあ正直、一番さんの占い席、俺ってのはね、困るんですよね。ただ、一番さんがローだった時に俺に黒を使ったら絶対打たないと思うんで。わからんな、正直。発言的には一番さんの方が新っぽく見えんだけど、六番さんの方がね、占い先はいいと思ってます。違う。6番ローだったら6、8ローローだと思ってるし、1番のローは追えねえな。16を新居で置くとね、ロー1がね、28になっちゃうんですけど、28って絶対ありえないんだよね。だって8番がなんか自分から決戦投票に持ってって、2統一占いとか言ってんでしょ。うん。だったら6、8ローローのが追えるかなと思ってる。うん、6、8ローローが濃いかなと思ってます。てか、なんで4番噛まれた？わけわからんボルギーニって感じですね。はい、以上。あ、どこ釣るかだけ言っとくか。発言聞くけど、現状、状況な、情報ないだったら6番かなって言って。6番のプレイヤーは4番さんに一言言いたいかな。本当にごめんなさい。まず4番さんを狼軸で見た理由としては、3番さんと4番さんって敵も触れ合ってないんだよね。で、ひたすら8釣り、8釣りって言ってるところが、もう4多分これ狼だろうなと思ったけど、うん、村の提案だと2番占ってくれって言われたから俺は2番占いましたよ、うん、2番白です。まず26のラインがないことを教えてあげましょうか。2番さんっていうのは、みんなから叩かれて唯一守られてるのが僕からだっただけ、僕だけだったんですよ。にもかかわらず2番さんって6番さん狼だったから怖いけどねって発言まず残さないですよね。そこが一つで、5番さんがもうこれで多分囲われてるなっていう、もうつうかもう俺5番さん多分3号の1強人だと思いますよ。うん、5番さんつの恥釣り持っていきたかったでしょ。で、プラス、もう俺を偽要素として置いてるところね。8番さんさ、狼ないでしょ。8番さんって3、8の欄にしてくださいって言ったんだよ。うん、ずいぶん勇気がある狼ですよね、それだったら。うん、で、1番さんの、じゃあもうこれ、じゃあなんで強靭だと置けるのっていう理由としては、1番さんって初日からもう俺を強靭置きしてるところね。大体、自分が狂人とか狼だって人はね、自分のね、役職をね、もうすりつけるんですよ、真の方に。うん。だからもう一番さんは多分俺狂人だと思ってる。わかんないよ。一番さんが狼の可能性もあるけど、1号とかでね。うん。でもこれ3は多分なんだかしらの人外だと思ってるよ、俺。やっぱあの発言は絶対人外だと僕思ってますんで。今日占い師から行くんだったら絶対1から行ってください。絶対1から行ってください。うん。で、俺が5を占います。うん、まあでも、1、3で終われば一番俺はいいけどね。うん。でも終わらないと思ってるんで、俺1、強靭だと思ってるんで、8は絶対ないですよ。7番のプレイヤーは発言してください。昨日は2番さん釣りだったと思うけどね。まず俺8番の狼ないと思ってて、その、8番さんって3、8の欄にしてってことはめっちゃ生存欲ないんよね。だから俺8番の狼ないと思うから昨日2番釣りで良かったと思うんだよね。で、1番さんが2投票してるのに1が狼の時って2白なのに6番さんに占ってるのもちょっとおかしいと思うんだよね。だから現状6の方が偽かなと思ってるんで、まあ6に入れようと現状は思ってるけど、まあ発言は聞くけど、ちょっと6の方が偽っぽいかな。ちょっと1が2入れてて6が2占うちょっとメリットが分かんないからやっぱ6に入れると思う現状ね。8番のプレイヤーは発言してください。いやー、2日目で俺6もワンチャンちょっと黒いなっていうふうにはちょっと思ったっていうのが、1番さんを強靭を気にして1番つってでも終わんないように言ってるように感じたかな。で、5で囲われた。どちらかというと、5の今日の発言っていうのは、狼より強靭なんじゃないかなって俺は思ったんだけど。ただ、1番さんも1番さんで俺は2を占ってほしかったかな。だって1番さんって2に投票してんだよ、一応。いやー、難しいなぁ。ちょっと1番さんがまだ6より白くなったら6に行っちゃうかもしんない、俺。9番
のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。8番さん、5番さん、さん、5番さんの強靭要素をどこに感じたのかなと、今の週になってふと思いました。5番さんの強靭要素を僕感じれませんでしたが、8番さん。で、僕も今6番さんに行こうかなとは思っておりますが、1番さんの占い理由に納得できへんかって1番つってもええやと思ったら1番さん行きます。だから1番さん頑張ってね。一人の人狼はないと思います。2番さんが1番さんの新芽を下げる行為っていうのは、2番さんが人狼で、この順目、僕から始まる順目やったらかなり不利に働くと僕は思っているので、2番さん、一人人狼はないかなと思ってるんで、そこに対して6番さんが納得いかへんかったっていうのは大きなところですね。6番さんが、5番さん、に対して、俺が偽やと思うから、5番さんが怪しいっていう発言も僕はおかしいなと思ってます。だってそうやろ。だって、俺が村って知っとって相手が、疑ってくる行為っていうのは探そうとしてる欲やと思ってるし、今の現状絶対にとかいう発言とか全然そんなんちゃうし、怪しんでるとこに6番さんは、2番さん白を打ってんねやろ。だったら1番さんは人狼強人で見るっていうことに対して、1番さん強人で見たら2人狼、3、8人狼っていうのは絶対にないやろ、6番さん。そこに対しても6番さんおかしいなと思ったから、3番さんなんか、今日8番さんずり、8番さんなんか、3、8の決戦投票でいいとか言うてんねんで、6番さんそれはおかしいなと思ってるから、新占いでもないわってめっちゃ思ってます。で、1番さんが新やった時に、これ怪しいなと思ってるのが2番さん。普通の2黒、7番さんが言うように俺昨日2番さん釣っとけたかったな。2番さんも黒いしね。まあ、1番さんの話聞いてきますが、現状は6番さん行くつもりです。1番のプレイヤーは、これ6釣り近めで勝てるのか。昨日絶対的に投票したかったのは2番さんで、2番さんって私の黒塗りがすごく不当だったから、でも6を狼と、なんか6番さんにさ、自分のこと狂人で見てるって言われたけど、私6のこと人狼か狂人か分かんないって言ってるから捏造で、2番さんって私のことを結構叩いて、6が人狼だった場合、2がラストウルフだった場合、ちょっと人狼じゃないかなと思ってて、でも2番さんって不当だし、3番さんってさ、投票行動からもさ8に投票してるでしょ、めちゃくちゃ白いじゃんね。3番さんってなんか白いと思うんだけど、だから今日絶対6番さんつってもらわなくちゃいけなくって、3番さんって例えば白っぽく発言も白っぽくて強靭で、8番さん釣り押すかっていうと釣り押さないと思うんだよね。8番さんってなんか占い盤面で揃ってホッとするところで、そこに人狼仕込んでるところに3番の強靭、潜伏強靭があって釣り押すかっていうとそうでもないと思うから、3番さんって普通に村人だと思うんだよね。で、2番さんって2番さんと8番、2番さんはまずめちゃくちゃ渡したとき、6番さんの黒要素一切拾ってないからおかしいし、で、8番さんって、1、3人狼で考えてたんだよね。だから、ここよりも5番さんみたいに、1は癖けど1は偽と思ってないとか、1、6人狼なら、でも1は強人、狼はないんじゃないって言ったりする5番さんの方が気になって、5の色見たかったんです。で、5占いで、5は白でした。で、5の強靭追ってるのもちょっと8番さんおかしいし、実際6、2か6、8かっていうのは分かんないけど、まあ、狩人が8番さんのことを、白いって評価してるなら6、2かなって思ってます。今日絶対6番さんです。6っていうのは8絶対ないとか、2白いとかめっちゃ色見えてるよね。2番のプレイヤーは発言してください。一番の黒要素は俺、初週から言ってない？なんで9番にもっと触れないのとか。9番もっと叩けばいいじゃんって。9番ってまあ役でああいう風に色を出すためにやってたって言うんであれば、一番が芯であるんだったら、9番をもっと叩いて自分で色出せばいいじゃん。占い能力を持ってるって言うんだったら、なんで俺占わないの？しかも今の話って、この今の瞬間に出た話じゃなくて、昨日の段階で話せない？で、その状態であるんだったら俺占いじゃない？これ5番言ってるように1番の占いって絶対俺だと思う。俺申し訳ないけど3は黒で釣ってるよ。7番さん特に言っとくけど。俺は3黒で釣ってるから。
で、5番と8番ってともに俺を白く見てんだけど、5番は俺の王冠にはない、8番は俺にヘイトが溜まってる状態で3、8の欄を提示して2番の確定白を作ろうとしてる行動をしてんだよ。1番目線って6番が狼で6、2って言ってるけど、6狼で2、6に見えるか。頑張れ頑張れ、もうアイケンさん1行こう、1見えなくね、詰めたら勝ちだ。だから俺占ってほしいって、俺はスムラだから。一番の2強さ俺初週から言ってるって。頑張って。いやこれもう7球ロック入ってんだったら多分負けと思うよ。俺は6が死んだと思ってる、申し訳ないけど。だから5番が1番がマックス強って言ったのもちょっとおかしいとは思ってるけど、5番が狼で俺を白に置く構図っていうのは5番がかなりきつくなるから、18かなとは思ってるけど、うん、俺は1に行く、信念を曲げない。3黒で落ちてる。投票を始めてください。本当に私を選ぶのですか。1番連れてくれ、した方がよろしいのでは。1連れてくれ、ちょっと5、8変えてくれ、頼む。一番。オッケー。選ばれました。オッケー。勝った。一番。勝った。来た。発言してください。来た来た来た。負けたかもしれん。三番さんってさ、よっぽど白いと思うんだけど、五番さん占い納得できなかったのかな。二番とか八番って私を結構ラストウルフで結構叩いてるんだよね。5番さんの色って私、5番さんの黒要素も白、めちゃくちゃ白いかどうかもわからないから、占ってみるべきだと思ってて、別に強要素もないから、5番さん占って、8の狩りとかねえよな。色をみんなにお伝えするのはいいと思ったんだけど、うん、そんなに悪手だったかなと、ちょっと思って、ちょっと今の状態では反省してますね。8狩りでもいいよね。6番さんって8絶対ないとか、2白いって言ってるのに2占いだし、3で落ちてるかどうかっていう評価もしなかったよね。そしたら、仮出しようって、これモアイさん救ったわけ。仮出しようなんやけど、出るはずだし、6目線2が白になったらもう5、8、ローじゃないですか。3の評価もせずに5、8に関して何も言わずにヘイトを向けないっていうのは評価集行動だっていうことを分かってほしかったかな。まあちょっと言葉が足りなくて、その2投票の理由と、2占いじゃなくて5番さん占いの理由と、6番さんの捏造とかを説明したけど伝えれなくて申し訳なかったです。夜が来ました、目を閉じてください。よっしゃ、スモラスカシモラリないね、やっぱね。人を殺してください。そうやね、4狩りやね、これ。たくまさん、たくまさんよく1位行きましたね。ありがとうございます。8の誕生これかなと思って。じゃあこれ。ワンチャン6、7、8、2で行けっかなと思って。で、8釣りやね。そうですね。8釣りをしましょう。はい。ありがとうございました。はい。お疲れさん。いやー、モアイさんと勝てたのいいね、これ。いや、ハンターから釣り寄されたの、よく逃げたね、これ。朝が来ました。昨夜死んだのは5番。6番のプレイヤーは発言してください。じゃあもうラストウルフ8じゃん。何これ、何だったの。38だったってこと。38で初日ぶったたき合って1が強靭だったってことですか。マジでびっくりなんだけど。あ、マジでつうか、なんで豪神行った。マジでそれにビビってんだけど。
五白です。ラストウルフ8です。うん。もうこれで俺が死んだってことまず分かりますよね。まず PP がないってことだけで。うん。え、ちょっと分からない人もいないよね、さすがに。うん。俺が狼だったら五神行くわけないんだから。でしょ？ラストウルフ8です。つうか、どうして？うん。マジで？もう8行けば終わりますけど、皆さん。つうか、マジで謎すぎて俺分かんないんだけど、これ、人海、これ、勝つ、あれある？うん、勝つ気ありますか？なんで五冠だ？八幡さん、なんで五冠だ？うん。いや、それはあなた目線、うん、俺、あなた目線、白くなるだけだけど、白くなるはずですけど、うん、それは5噛めば、もうあなた、もう強制的に黒くなりますよ。何をしたいんですか？まあいいや、8いきますわ。7番のプレイヤーは発言してください。いやね、あの、狂人さんとハンターさんが有能すぎて怖かったもん。ハンターさんの煮吊押しがめっちゃ怖いのと、6番さんの2囲いと7囲いがめちゃくちゃナイス。27人狼6強ね。27人狼6強で、ちょっと238がスムラスカしたんで、4を精査して4が狩りかなと推測して4を乗っ取ったね。うん、4乗っ取って、5も狩りあったんで、5も噛みました。今日はじゃあ8番さん、美味しくいただきますね。8番のプレイヤーは発言してください。やっぱ違和感あったんだよね。そっか。そっかそっかそっか。いや、違和感だったんだよね。だってグレーの4番噛まれて、その次グレーの5番噛まれるんでしょう。まあどうしようもないか。パーフェクトだねこれ。キューバさんのハンターでどっかに狩人がいたってことだ。9番のプレイヤーは発言してください。ニークロ以外なんやろ、あんなもん最初に2釣ってたらええねん。だから2釣ろう言うたのにな。まあいいっすよ。カリド出えへんかった、4番悪いしな。まあでも、種明かしされるまで7が狩りやと思ってたし、それはしゃあないかな。4、5、ああ、微妙やな。いや、絶対6番やろ。6番やと思ったんやけどな。いや、ハンター権限使うべきやした。2取って6取ったらよかったね。2番のプレイヤーは発言してください。はい、人外 PP ですね。まあハンターとて1票村人と変わらずだったんで、8番の票取ればいいかなと思って、8番が2番白で置いてたんで、6番が真になり、1番が偽になるんで、7番さんがあのままラインを切り続けてたら多分厳しかったんですけど、最後に7番さんが1番に行ってくれたんで、6728で4票入ればいいんで、ハンターがいくら言おうと5番がいくら言おうと、まあワンチャン5番の票も入れるかなと思ったんですけどね。まあそれは無理でしたね。すみません、ちょっと黒くなってね。はい、8番いって終了しましょう。6番さんありがとうございました。7番さんも投票を始めてください。ありえん、オラじゃないね。いや、三人街生存は嬉しいね、これ。あ、うんこちゃんありがとう、呼んでくれたんだね。8番のプレイヤーが選ばれました。4カリ、4カリやっぱね、あれわざとやってたんだと俺思うね。4番さん、あの小声なんかありそうだったんだよね。カリウドだから
噛まれたくないからやってたんだよ、あれ。これだからスモラスカスノってね、メリットないのよ、下流ドイツ分かっちゃうから。だから3と8がスカしたから、もう4か5しかないから、もう2分の1で噛めるし、自分が狩り出たのって、モアイさん守るため。モアイさん守るために、ちょっと聞いてみようか。4番さんにあれ。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。